本当に日本中を探しても、こんなに上手い選手だったり、ヴェルディというチームをすごくこう大事にしていたりっていうチームはないんじゃないかなとすごく感じるチームなので、本当に、サッカーを始める子どもたちだったり、あとはもうずっとサッカーを続けている選手からしても、こんなにもうまい、と感じるチームをがなくなるっていうのは本当に考えられないことなので、絶対になくしてはいけないチームだなと思います。中のフロントのスタッフの方々はすごくこのヴェルディというチームをすごく大事にというか、そういう伝統あるチームをこうよくというかしていこうっていうのはすごく中にいて感じるところなので、トップの選手は幸せだなと思いながら、実際自分もベレーザーの選手としてフロントの方々にはすごくよくしてもらっているので、選手側の立場としてはこんなにもこう選手に対してこうよくというか温かくこう応援してくれるスタッフの方々はいないんじゃないかなとこう自信を持てるクラブじゃないかなと思います。大学を卒業してからヴェルディのクラブハウスで勤めさせていただいてるんですけれども、最初はサッカースクールの方でコーチとしてアシスタントだったり、少し慣れてきた時にメインを少しやったりというところでお世話になっていて、で今年ですね、今年の初めから総務部としてまあ、少し移動という形にはなったんですけれども、はい、すごく、どちらもまたサッカースクールと総務部ではまた違った、クラブのこう関わり方ができて本当に自分は幸せだなと思います。そうですね、確かに現状としてはすごく厳しい状況ではあるかと思うんですけれども、やっぱりトップチームが試合に勝てばクラブ全体もすごく明るくなったり、逆に、負けてしまえば欲しかったねというこう、まあ、暗くなるわけじゃないですけど、じゃあ次また頑張ろうという雰囲気が本当にクラブ全体としてトップの勝敗だったり、あとは育成チームのユースがこの間優勝した時もクラブ全体ですごく喜んでいたり、あとはそうですね、ベレーザが優勝した時もクラブハウスの中にいれば皆さんにおめでとうっていう声もかけてもらったり、あとはもうそうですね、自分としては、まあ、代表に行った時などは頑張ってねっていう風に声をかけてくれたりってところで、すごくこう気にかけてくれているというか、クラブ全体が本当にヴェルディとヴェルディファミリーをすごくこう大切に応援してくれているなとすごく感じます。セイバーはヴェルディ。